出ているお腹が気になる。いろんな腹筋をしてもどうしても上体を起こすときに腰や首が痛くなる。わかりました。そういった方に簡単でお腹にしっかり効いてお腹が翌日へこんでくる腹筋というのを紹介します。フロッグヒップリフト。今回の動画を最後まで見てもらうことでなかなかへこみにくいお腹、腹筋をしても腰や首がどうやっても痛い、だから結局行えない、そういった方にはとっておきなエクササイズになります。最後までやり方を聞いて一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋してもお腹や腰がどうしても痛い、だけどお腹をへこませたい、そういった方におすすめなフロッグヒップリフトになります。ヒップリフトというとお尻とか太ももの裏を鍛えるエクササイズになるんですけども、実はこれがお腹をへこませることにとても関係しています。なぜかというと、お腹をへこませる力というのはどうしてもお尻を締める力と関係してます。お尻が締まっているとお腹というのはへこんで姿勢が正されて出てしまう、お腹が抑えられるんですけども、通常の腹筋ではお尻があんまり締まっていない状態でお腹を使うので実は効率が悪いんです。そこで今回お尻をしっかり締めながら腹筋を行えるやり方になります。そして実はお尻を締める力というのは太ももの裏が実は関係してます。太ももの裏に力が入っている時に実はお尻が締まりやすいんです。例えば気をつけした状態で片足後ろに上げてみてください。そうするともものの裏に力が入っているのにお尻を締まっていると思います。要するにもも裏に力が入った時に自然とお尻が締まります。通常の腹筋ではもも裏に力が入らずに基本的には前のももにね少し力が入ってしまうんです。例えば足を上げる時とか、もしくは上体を起こす時とか、どうしても足に少し力が入ってしまう。なのでお尻が締まりにくいので腹直筋は使えるけどお腹の奥をね使うことが難しいんです。そこで今回もも裏とお尻を使いながら腹筋の奥までしっかり簡単にね効かせられる方法になります。初級、中級、上級と3種目紹介するんですけども、初級からやってしまうと上級になった時にお腹が疲れてできないかもしれないので、今回は上級から進んでいきます。行う回数は7回です。5回じゃ少し少ない、10回じゃ多い、今回7回です。一緒にやっていきましょう。それでは紹介します。はい、今回フロッグということでカエル足を作って行っていきます。寝た状態で足を閉じて、こっから足はつけたまま膝を開きます。この状態で股関節が広がるのでお尻を締めやすい状態ができます。ここからお尻を上げます。お尻を上げるとお尻が締まりやすいです。お尻をしっかり締めて万歳した状態からお腹に力を入れてお尻を下げながら上体を起こす。上体を起こしながらお尻を下げながらお腹を縮めながら息を5秒間ぐらい吐きながらふーといった感じになります。なぜお尻を上げて上体を起こすか、お腹の力の入り具合が全く違うんです。例えばお尻を下げたままで上体を起こしてみてください。グッグッと、この状態とお尻をちょっと上げてこっから上体を起こしてみてください。お尻少し浮かしてです。グッグッ。今の違いはお尻をつけたままっていうのは下腹が休んでます。真ん中と上がそこに向かってお腹を締めます。ですがお尻を上げた状態で下のお腹に力入って上から迎えに行くって感じなのでお腹全体にね効かせやすいです。
ですので、お尻を上げた状態から上体を起こす今回の腹筋をします。そして手をバンザイすることでお腹に負荷が上がります。なのでこっからふー1ふー2といった感じでお尻をずっと締めたままで息をしっかり1回ずつ吐きます。これを7回上級です。一緒にやっていきましょう。それでは行きます。お尻をしっかり締めて3、2、1、2、3、4、5、6、7、OK。 今ので腕と首が痛い方も多いと思います。次は中級編です。足は一緒です。お尻を上げて中級編は手を前に伸ばします。これで息を吐きながらふーふーっていう感じで起き上がります。お尻を下ろしながら上体を起こすっていうよりも上体を起こすことによって自然とお尻が下がっていくっていうイメージです。7回いきましょう。もし首が痛い方は初級編まで待ってください。それでは中級いきます。3、2、1、2、3、4、5、6、7、OK。 間違えて1回多くやっちゃいました。次は初級編です。中級上級で首が痛かった方は今度は頭支えてやるので安心してください。足は一緒です。手は頭に支えます。軽く支える感じです。手を組むと首が痛くなるので支える程度です。これでお尻を上げて肘開いて同じようにグッとやっていきましょう。7回です。3、2、1、2、3、4、5、6、7、OK。 お疲れ様でした。今の3種目ともできた方お疲れ様でした。初級だけしかできなかったよって方もお疲れ様でした。今のでお腹の奥から外まで全部使うことができてます。そしてお尻を締めながら行っているので実は骨盤を立てる力も身についてます。なおかつお尻ともも裏を使うこともできているのでとてもお腹周りの姿勢が安定して翌日からお腹がねへこむ即効性がとてもこの腹筋にはあります。で今回普通のシットアップみたいに全部起きたりしないので腰が伸ばされる感覚も少しなので腰がね違和感感じたって方は少ないと思います。ただ上級中級は頭を起こしてますからちょっと首が痛いかなっていう方もいたかもしれません。初級編から行ってもらって、まあ、首が強くなればですね中級上級っていう風にレベルアップしてみてください。今回足をしっかり開いてお尻を上げとくことによってお尻を締めた状態作って腹筋を下からと上から同時に迎えに行くという効果的なフロッグヒップリフトでした。やってみた方、勉強になった方、よかったらグッドボタンやコメントもよろしくお願いします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってます。シェアの方もフォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。